どうも山田です。はい、ですね、今ポケモン GO の方でですね、様々なアップデートや公式さんからの、発表内容ですね、こういったものがですね、ちょっとね、昨日今日あたりでボボと、いくつか出てきておりましたので、それらについてねお話ししようと思っているのですが、冒頭でですね、ちょっと今ね、一番、悪い意味でホットな、ポケモン GO の話題ですね、について、ちょっとね、お話ししましょう。これはですね、昨日ですね、3月の9日、月曜日ですね、にちょっと起きた、とある事象なんですけれども、PVP、GO バトルリーグですよね、GO バトルリーグの報酬として、ダークライが出現するというようなイベントが行われていたのですが、これ夜の22時までですね、正確には3月の6日から、始まって3月9日の夜の22時まで、各国の夜の22時まで、ダークライが報酬として出ますよというような、お話がですね、ナイアンティックさんからのお知らせで出ていたのですが、昨日日本国内でちょっとですね、21時ですね、21時以降、つまりはラストのこうみんながね、こう PVP よしやるぞと追い込む1時間、ラスト1時間でもここで滑り込むかどうかみたいな、その時間にですね、こうクリアした方が報酬を開けてみたら、ダークライじゃなくてボルトロスが出てきたというような報告があったんですね。で、ボルトロス、このダークライが出ている時期はですね、ボルトロス本来は出てこないようになっていたはずなんですよね。まあ公式さん的にはアナウンスはあったかなかったと思うんですけど、報酬の中に伝説枠ってのは1匹しかいなくて、今時期的にはですね、ボルトロスの時期なんですけども、これがこの4日間だけはダークライになっているはずが、ラストの1時間、はい、ここで、ダークライが消えてしまってボルトロスになってしまったというようなことがありました。で、これについて、この動画を撮っている段階ですよね、10日の、今お昼過ぎの時間なんですけども、この段階ではまだ、発表がございません。これについてですね、公式さんの発表はないので正直何とも言えないんですけども、今言われているのは、ちょっと設定ミスってた説ですね。はい、ナイアンティックさんがちょっと設定ミスっちゃったんじゃないかと言われていて、で、これにですね、ちょっと不満ばっか発しているユーザーさんが多数いるという感じですね。もちろんね、普通にイベントがその正式な発表があった時間よりも前に終わってしまっているということに不満があるのはもちろんですし、あとプラスアルファでそのやっぱりそのラスト1時間その9時からっていうのがまた不満がね、多分大きくなった原因だと思うんですよね。別にこれは9時が8時になっても同じ不満になったと思うんですけど、そのお仕事が終わったとか、学校が終わった後の予定が終わったとかね、そういった時間にこうプレイしようとしていた方が、できない。実際はできるけれどもダークライが狙えないと。で、ダークライに関してはね、今ちょっとこのシーズン日本国内はレイドでは出てこないわけですよ。だからそこを頑張ってね、ちょっとしょうがない、できないけどしょうがないから頑張ろうってやってたそのものの機会が、最後ちょっとね、ユーザーさん側は何も悪くないのにこう1時間なくなってしまったっていうことに対しての不満っていうのが結構上がってきてるんですね。その不満に関しては個人的には他の要素もね、いろいろ絡んできていて、今その不満ドーンという風になっているんだなという風に思うんですけども、僕なりの考えとかっていうのはちょっと今回これ情報をね、他にもいっぱいあるので一回置いといて、そういった事象がありましたよというようなことをちょっとお伝えさせていただきました。また別で動画を撮るかツイッターとかにするか、それ以外の形で発信するのか、ちょっともういろいろとちょっと僕自身も考えているので、どうしようかなと思っているところなので、また別でね、これについては少しお話、別の機会をちょっと設けようかなと考えております。はい、ということで、今日自体はですね、他の情報もちょっと発信した方が良さそうなものがございますので、別のお話ちょっとしていきましょう。今日からですね、なんと星の砂2倍のイベントが始まっておりまして、で、これがね、思ったより良さげなんですよ。なんとですね、本日から星の砂が増量するイベントがですね、始まっているのですが、なんとっていうか、ちょっと前にね、動画でもお話はしてたんですけども、こちらが始まっていて、これが3月の10日から12日まで、12日の夜までっていう感じになっていて、期間は短いんですけれども、これがですね、どこまでが対象なのと、星の砂が2倍になるのどこまでが対象なのか結構謎な感じだったんですよね。で、これについて、ある程度分かってきたのが、公式さんが言っていた通り、トレーナーバトルでもらえる星の砂が2倍、つまりは普通に PVP ですよね。お友達とかとね、PVP をこうバトルをやった時にもらえる報酬としての砂が2倍ですよと。で、さらにですね、レイドバトル
はい、これでも星の砂が増量しているということが分かりました。で、今だったらですね、まあ、ボルトロスが黒の卵が出てきて、それ以外の星1から星4、まあ、いろんなポケモン出てきますけども、これ全てがですね、どうやら対象なようです。なので星の砂が、まだ足りないという方はですね、レイドバトルをやるときにですね、星のかけらをですね積極的に割っていきましょう。星の砂はいくらあっても足りませんからね。もちろん PVP だけじゃありません。レイドバトルとか事務専用のね、ポケモンも、まあ、未だにね、新しく強いやつが出てきたらそいつらの育成に使えますので、ここでですね、まあ、ちょっとでも集めておきましょう。はい、ポケモン GO、3月の10日にですね、アップデートが、公開されました。で、不具合系の修正が入ったんですけれども、こちらちょっとザザッと読んでいきます。アプリの方のアップデートをするとですね、これら、反映されます。1つ目、短時間の、通常技。まあ、これ PVP 周りですね。で、思っていてください。通常技、水鉄砲などですね。これがトレーナーバトル中に遅延を引き起こす問題を修正。GO バトルリーグの報酬で遭遇したポケモンの CP 値が正しくなく、HP が減ってる問題を修正。ありましたね。あれこいつなんかちょっとだけ HP 減ってるみたいなね、やつありましたね。はい。続きまして、バトルパーティーにいるポケモンを強化すると、バトルパーティーの CP が適切に更新されない問題を修正。あ、そんなあったか。トレーナーバトル中に画面下部が反応しなくなる問題。そう、ありましたね。はい。トレーナーバトル中に新しいポケモンに交換した直後にポケモン交代メニューが表示される問題を修正。はい。交代ってやると交代ボタンを押してもないのにまたビュンって次の、またもう誰に交換しますかっていうやつが出ちゃうやつですね。前日に完了したバトルセットでリワードを受け取るをクリックすると、その前日のバトルセットが一つなくなる問題を修正。修正されたの？これ、やった！これちょうど1個か2個前の動画で僕言った。そう、これ起きてたからね、1日5回受け取るはずのやつがね、前日受け取ってないと4になっちゃう、翌日がね、っていう不具合が起きていたので、これが修正されるようです。これはありがたい。つうか、バグだったんだね。バグか、治ったのか。はい。次、ポケモンをリトレインするときのアニメーション修正その他。はい、そんな感じですね。はいはいはい。あとはまあいろいろ更新来ましたね。特定のイベント中、シャドウポケモンに技マシンスペシャル使用できるようになりました。シャドウポケモンはバトルでより多くのダメージを与えます。サーバーのメンテ中、またはユーザーがその日のバトルセットの最大数をすでに完了している場合、今すぐ対戦するためにポケコインを使用するオプションは使用できなくなりました。はい。衣装を着たポケモンの卵の孵化のアニメーションが更新されました。そんなところも直してんだね。なんか知らなかったわ。まあ結構更新内容ありますね。ということで、主にですね、今回多かったのは PVP ですね。GO バトルリーグをプレイしている方ならば、ああ、そんなバグあったなと、あ、それ見たわとか、ちょっとでもね、知ってる要素がね、直ったよという、そんな発表ですね。続きまして、これね、今までで初の、事象ですね。まあ、普通のイベントとかだったらあったんですけども、アメリカのセントルイスで、行われる予定だったサファリゾーン。はい。これがですね、延期になりました。まあ、これにね、行くっていう予定だった方はですね、まあ、視聴者さんの中にはですね、まあ、少ないとは思うんですよね。まあ、なので、直接は関係ないっていう感じの方はいらっしゃると思うんですけども、結構ね、今回のこの延期になった時の対応ですよね。っていうのは、知っといて損はないですね。損はないっていうか、知識として持っとくと、まあ、今後ですね、例えばすごい近い国とかでね、サファリゾーンとか、もしくは日本国内でね、サファリゾーンが行われた、可能性今後もありますので、その時にちょっとこう参考になるかもしれません。見といてください。はい。3月27から29の間で、開催が予定されていた、セントルイスでのサファリゾーン、こちらが延期が決定しました。で、チケット、これ購入制だったんですね。チケットを買う必要があったんです。応募して、で、この枠を買うというような感じだったんですけれども、このチケット購入者を対象としたイベントやチケットの返金方法などが発表されています。ということで、返金になるんですね。返金することが可能です。ただし、今回延期なので、その要は中止じゃないんですよね。まあ、だから別の日程に振り替えを今、いや、ナイアンティックさんおよび、まあ、セントルイスのね、この会場の方とかがね、運営してる方とかが今検討しているというような状態でございます。で、この内容がですね、ちょっとね、びっくりなんですよね。まず、チケットを返金せずに持っとくと。はい、チケット、そのまま持っときますよ、という風に、している方はですね、サファリゾーンで購入時に指定している日時にボーナスが発生します。まあ、例えばじゃあ、27日に私は参加しますっていう風にしてたら、3月27日にこのチケットを持ってる方はボーナスが発生するんですね。で、この内容がですね、セントルイスで出現予定だったポケモンを世界各地で捕まえられるようになる他、スペシャルリサーチも受け取れるとのこと。まあ、つまりは、現地に行かないと、やれなかった内容ですよねっていうのを、そのチケットを持っている方限定でその国で参加していいよと、
いうような感じですね。あ、もちろんこれあれですよ、そのチケットを持ってない方が、このイベントのそのサファリゾーンで出現するはずだったポケモンを、獲得することはこれは無理です。これできないです。はい、そしてチケットは延期分の日程でも利用可能と言っていますね。まあ、返金せずに、持っていた場合はボーナス発生の他に再度日程が決定した時にサファリゾーンセントルイスの参加チケットとして使用できるとのこと。はい、余裕がある人はですね、自分の国で参加してさらに後日また行ってやることもできるよというような感じになったんですよ。そしてそんなチケットの返金期間はまあまあ長いですね。日本でいうと3月の26日の15時59分までは、チケットの返金が可能とのことでございます。これアプリ内からですね、返金の、こう申請ができるみたいですね。そこはまあなんか結構そこで完結しててね、結構ありがたい話ですよね、その買った方からすると。ただし返金してしまうとボーナスは発生しない、さっき言った2つのボーナスですね、こちらは発生しませんよということでございます。ちなみにですね、今年はサファリゾーンがですね、この今言ったセントルイス以降もですね、リバプールとフィラデルフィアというふうに2都市でですね開催される予定になっています。でそれは、現状開催予定ですが、4月の上旬にまた、やるようやらないようって発表するとのことです。まあ、今回ちょっと僕思ったのはですね、この一件を見て、そのまあ分かんないですよ、延期っていうことはマジのなかなかない異常事態なわけですよね。まあ、異例の措置だと思うので、またねこの何かのイベントの延期があるかどうかっていうのはもちろんわからないんですけど、今後ですね延期になったらどうしようっていうふうに思って買わないっていう判断はちょっとそのしなくてもいいのかなって僕は思いました。もちろん自分都合での返金は無理ですよ。はい、やっぱりちょっとスケジュール合わなくなっちゃったんで返金お願いしますはこれはもちろんできないんですけども、まあ普通のコンサートとかと同じような扱いだと思っていいのかなと思いました。でしかもこれ現地に行かなくてもできるようになったので、なんか逆に喜んでる方とかもなんかツイッターとかで僕見受けられたんですよ。俺これ結果良くないみたいないうような意見もありました。まあまあそれは人によると思うんですけど、まあ今回僕セントルイスは時期的にですね、今回は行かないというふうに最初から決めてはいたんですけれども、まあとにかく延期になったと。でその延期になったので、この延期の時の対応の内容、日本国内の方もですね今後もしかしたら、あるかもしれませんね、ご自身が、どっかのサファリゾーン行くかもしれませんので覚えておいてもいいのかななんて思いました。まあ、今回のね、この動画の中でお話ししてて、まあ、一番最初のね、話題が、やっぱちょっと重い。日本国内のトレーナーさんにとってはすごい重い話題だと思うんですよね。まあ、この、あそこの部分だけだと僕もちょっと話し足りないところっていうのは、まあ、あるので、まあ、ちょっとね、まあ、冒頭でも言ったんですけどね、何かしらの形でまたちょっと、発信することを今検討しているところでございます。まあ、でも自分なりにですね、やっぱちょっとね、自分の意見整理して、まだしきれてないんで正直ね、感情も、言葉も、両方ともちょっと整理がつききってはないので、ちょっとね、その状態で発信するのはどうかなと思って、控えております。はい。ということでですね、まあ、レイドバトルちょっとね、砂が欲しいのでね、レイド積極的に、まあ、いつも通りより多めに、やっていこうかなという思いでいる山田でございます。ただ、今、東京雨なんだよね。まあまあ降ってた。今日、まあまあ降ってたからね、まあ、できる範囲でやっていきましょう。まあ、もちろんその雨とか関係なしですね、今はですね、そのやっぱりその人が多いところとかに行く機会をねちょっと減らしているっていうのは実際やっぱり僕もあります。はい、いわゆるですね不要不急の外出ってやつですね。はい、っていうのは、まあ、減らしつつでも減らすとねポケ活もちょっと数が減っちゃう、プレイできる範囲が減っちゃうというねジレンマですね。はい、まあでもそのジレンマはおそらくこの動画を見てくださってる皆様もね抱えてるところだと思いますので、まあその自分の、健康をこう確保できる範囲で楽しんでいこうというふうに思っている私でございます。はい、そんな感じですね。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、インスタやっております。よかったらフォローをお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。